来月21日に投開票が予定されている参議院議員選挙の投票用紙が今日県庁から各市町村に発送されました。今回の参院選では県内で選挙区と比例代表合わせて185万8470枚の投票用紙が準備されました。発送作業は午前8時半から県庁で行われ、県選挙管理委員会の職員が市町村ごとに仕分けされた210個の段ボール箱を4台のトラックに積み込みました。出発式では県選挙管理委員会の坂本正和書記長が、投票用紙は有権者が投票するための大切なツールなので確実に届けてほしいと呼びかけました。投票用紙は今日中に25市町村の選挙管理委員会に引き渡されます。本県も人口減少対策とかいろんなさまざまな課題がありますし、国の方でもですね、さまざまな課題がある中で、その皆さんのその一票一票がですね、そういう方向性を担っているんだというような強い気持ちと、若い人たちもその秋田それから日本を担っていくんだと、そういうメッセージにつながるものだと思いますので、ぜひとも投票していただきたいと思っております。参院選は来月4日に公示され、来月21日に投開票が行われる見通しです。